トマス・サリーは、イギリス生まれで、19世紀前半に、アメリカ合衆国で活躍した画家である。肖像画を得意とした。トマス・サリーは、イングランド、リンカーンシャーのホーンキャッスルで、俳優マシュー・サリーとサラ・サリー夫婦の子として生まれた。1792年、サリー夫婦と、その9人の子供たちが、アメリカ合衆国サウスカロライナ州チャールストンに、移住した。そこでは、 トマスのおじが劇場を運営していた。サリーは、ジャールストンで11歳の時に曲芸師として初舞台を踏んだ。保険のブローカーの元に短期間徒弟に入った後、そのブローカーが、サリーの芸術的才能を見抜き、サリーは12歳で絵を描き始めた。フランスの細密画家で儀兄弟のジャンベルゾンと共に、勉強していたが、1799年に喧嘩別れ、した。サリーは、 リッチモンドに戻り、兄のローレンスから、細密画と装置画を学んだ。ローレンスが死んだ後、サリーは、兄の未亡人サラアニスと結婚した。ローレンスの子供たちを養育し、サラとの間には9人の子供を設けた。この子供たちの中には、南北戦争などで活躍した軍人の、アルフレッド・サリー、サリーの弟子の画家ジョン・ニーグルと結婚した、メアリー・チェスター・サリー、ジェイン・クーパー・サリー・ダーリー、 ブランシェ、ロザリー・サリー、トマス・ウィルコックス・サリー等がいた。サリーはミュージカル基金協会の設立メンバーの一人だった。この協会では多くの音楽家や作曲家の肖像画を描いた。デラウェアの通過、1819年、ボストン美術館像、トマス・サリーの旧宅を示す名版、フィラデルフィア・フィラデルフィア市、ソサイエティヒル・サリーは1801年に18歳で、職業画家になった。 ボストンのギルバート・スチュアートに3週間ついて、肖像画の描き方を勉強した。その後バージニア州で兄弟と共に過ごした後で、ニューヨークに移転した。1806年には、フィラデルフィアに移り、その後はこの街で暮らすことになった。1809年、ロンドンに9ヶ月間旅し、ベンジャミン・ウエストについて学んだ。サリーが1824年に、 ジョン・クイン・シー・アダムズの肖像画を描くと、アダムズはそれから1年以内に大統領になった。この絵は現在ワシントン DC のナショナルギャラリーが保存している。続いて、ラファイエット公爵の肖像画を描くと、当時の画壇の最前線にサリーを押し出すことになった。当時の著名なアメリカ人の多くが、サリーに肖像画を描かせた。 1837年から1838年、フィラデルフィアのセントジョージ教会の要請で、ビクトリア女王を描くために、ロンドンに行った。ビクトリア女王が多忙な時は、その衣装を娘のブランシェが着て、身代わりになって助けた。サリーが描いたトーマス・ジェファーソンの肖像画の一つは、バージニア大学のジェファーソン文学討論協会が所有しており、 教会のロタンダに掛けられている。別のジェファーソンの肖像画は、頭からつま先まで全身を描いたものだが、ウェストポイントの陸軍士官学校に掛けられており、アレクサンダー・マコーム将軍の肖像画も同様である。サリーが独自につけた投資番号によって、1801年から2631枚の絵を描いており、その大半は現在アメリカ合衆国国内にある。その画風は、 トーマス・ローレンスに似ていた。肖像画家としてよく知られているが、歴史的な場面や風景画も描いた。歴史画の例としては1819年に描いたデラウェアの通貨があり、現在はボストン美術館に収められている。サリーの描いたアンナとハリエットのコールマン姉妹の肖像は、2013年9月28日に、ペンシルベニア州マンハイムのジョン・エム・ヘス・オークションサービス。 インクによって14万5000ドルで売られた。トマス・サリーとその妻サラの母標サリーは1872年11月5日にフィラデルフィアで亡くなった。この町はその生涯の大半を過ごし成功を収めていた。ローレルヒル墓地に埋葬された。その著書、若い画家のためのヒントは死後に出版された。サリーの描いた肖像画のいくつかは ノースカロライナ大学弁償事前協会の部屋にかけられている。ジェームズ・ポーク大統領のものを含む肖像画は協会の著名な卒業生が発注したものである。1836年のゴブレヒトドル貨幣に始まり1891年まで続いたアメリカ合衆国座るリバティ貨幣の表面はサリーの原作を元にした図案である。サリーの息子、アルフレッドサリーは 南北戦争の時に北軍の順将だった。そのひ孫がエラ・デロリアであり、ヤンクトン数族出身の著名な人類学者、かつ著作家となった。そのオイノバイン・デロリア・ジュニアは、スタンディングロック・インディアン居留地の学者であり、1969年には、カスターはあなたたちの罪のために死んだを表した作家であり、アメリカ・インディアンの公民権運動綱領となった。トマス・サリーは、 ニューオーリンズを本拠とした建築家、トマス・サリーの王子である。トム・ストリニ・ライツ・ハット、レディー・ウィーズ・エイ・ハープ、エリザ・リッチ・リー、1818 18、ナショナル・ギャラリー・オブ・アート、2014年9月2日、閲覧。ありがとうございます。